ガボシュ・ガボールはハンガリーのピアニスト。ガボシュは1948年にブダペストのリスト・フェレンツ音楽大学に入学し、ヘルナー・ディ・ラホスに支持した。1952年に同大学を卒業し、同年にブダペストでデビューした。以降、数多くの音楽コンクールなどで多数の賞を獲得し、1955年にはパリのマルグリット・ロンコンクールで3位となり、 1960年には、ブルッセルのエリザベート王妃国際コンクールで5位。1961年には、ブダペストの国際リスト、バルトークベーラコンクールで優勝した。ビルトーオーソとしてのガボッシュは、ハンガリー国内外のコンサート活動で人気を博した。ガボッシュは、バルトークベーラ、ブラームス、ベートーベン、ショッパン、ハイドン、リスト、シューベルトの作曲作品を得意のレパートリーとしていた。 ガボシュは、リストフェレンツ賞、及び、ハンガリー優秀芸術歌唱を受賞している。ガボシュは、やはりピアニストである妻インゲボルグと1951年に、結婚し、息子一人、娘一人を設けた。1969年の東京での公演を聞いた、作曲家の諸井誠は、ガボシュのステージ上での振る舞いについて、撲突な歩み、気あふれる、大真面目な最敬礼。 ガボシュは、兵士のような挙動と、農民的不器用さで、思わす私たちの微笑みを誘ったとした上で、その演奏について、東西風の技巧的完璧主義とか、都会風の宣伝の病的魅力などとは、無関係のおおらかで素朴で健康的なガボシュの音楽、と評している。ありがとうございます。